それは一緒に食べたね。食べた、うん。でもあれもう3年ぐらい前だよね。まだ写真あるよ、でも。おまだ、アユの髪の毛がちょっとまだ、あの、中学生みたいな可愛い時。やめろやめろやめろあるかなあの、あれですよ、MBS アニメフェスに配給で出させてもらった時に。向こうでだ。そう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 、そう、一緒にお好み焼き食べに行って。あそこ美味しかったな。あそこ美味しかったよね。うん、え、そうそう、あれ2015年 ?4 年どっちだろう10、あ、結構前だ。もう2年ぐらい出てないもんね。そうなんだよ。あれあれあれ、ちょっと待って。だいぶ、だいぶ履歴を遡ることになっちゃいそうだよね。おじいちゃんおばあちゃんの写真じゃなくて。もっと前だよ。もう。あれ楽屋で収録したよね。さ、そう、あの、楽屋でスパイエアさんと、うん、そうそうそう。ラジオ収録したわ。そうそう、懐かしい。すごいいろんな音がしたよね、あの時。いや、もう周りから。あの時だけでしか撮れない感じの環境だったからね。うん、スパイエアさん、いい方々だったね。いい方だった。今年もね、明けましておめでとうございますって LINE のやり取りをしました。うん、めっちゃあるよ、ほら。素敵。うわー！ほら。まだまだポチャってるもん、ほら。やめろ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 、本当に中学生みたい。いや、やめて、ほんとやめて。もう中学生です。ほんとにやめて。あらー。もういや、もうためになって、もういい、もういい。そう、ほら、もう。もういい、もういい、もういい、もうやめて。リスナーさんに見せてあげたい。ほんとに、この子。もう NG です。もう NG です。もう。あの、村瀬、その後激太りして事務所から怒られてます。やめるんじゃ。